お願いします部長、今から高崎先生と勝負するんで審判になってもらっていいですか？審判って囲碁作家の？そうです。この勝負に勝てば有無を言わさず顧問になってもらえるんです。やりますよ俺。でもどうやってやればいいの？大丈夫です。前に貸した囲碁サッカー入門、あれ見ていれば大丈夫ですよ。入門書を読んでこなかった俺が悪いんだが、この二人さっきから何やってんだか全くわかんねえ。これが囲碁サッカー？入門書を見たってわかりゃしませんよ。あ、大きい。いわば両者初めから禁じ手を使った状態、セオリー無視のハイレベルな攻防です。例えばあのまっすぐに伸ばした手、あれが囲碁基盤の足とするならば、対面のあの構えは碁石。一見相性は良さそうに見えますが、足に挟んだボールがくせ者。私の推測ですが、この二人太陽になろうとしている。何言ってるのかさっぱりわかんねえ。動きました。まずい、Bラムド。オギー、それはどういう？静かに。わかりませんか、この二人に流れるしたりげな空気。下手したらこれ死人が出ますよ。一体何が起こっているんだ？こんなハイレベルな試合を見るのは私も久しぶりです。道理で風が騒ぐわけだ。あ、まずい。この構えはまさか野良試合であれをやる気か。正気の沙汰か。しかしこの状況見過ごすわけにはいかない。父は使わせていただきます。すべては正義のために。光り差す星とならず、荻禁止天竜超荻、オギバス。あっ、はあ、これぞアファイナルラブド。やるな先生こそ。なんてこった。軽い気持ちで作った部活だったのだが、こりゃ大変なことになってきやがった。